はい、えー、本日はですね、10月の15日金曜日の深夜に撮影しております。えー、本日お話しする内容はですね、えー、都民ファーソンの会の国政政党場のファーソンの会がですね、次の衆院選、えー、断念しましたということで、こちらのニュースについて触れていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、おそらくですね、今回ファーソンの会が、例えば東京の選挙区で、あの、候補者を出していたら、まあ、おそらく比例で1議席が確実に取れていたんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、このね、まあ、出したら、こう、1議席は取れるっていう状況の中で、 ま、なんでね、今回出なかったのかなっていう部分について、まあ、こういう感じなんじゃないかなってところで、まあ、ちょっとお話をしていきたいなというふうに、えっと、思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、本当にあの、小池さんですよね。やっぱ、都民ファーストの会っていうところは、やっぱ印象が強いんじゃないかなというふうに思うんですけども、本当に、あの、小池さんが、まあ、どこまで関わるかによって、まあ、全然影響力が変わってきますよっていう部分だと思うんですけども、まあ、早い段階で記者会見で、ね、次の衆院選、小池さん出ませんって言ったところで、まあ、一個まずトーンダウンしましたってところは、まずあると思います。はい。あのー、 小池さんってやっぱり、もう東京での人気っていうのはもう絶大で、まあそこに対してかなり恐れている東京の議員さんって多くいたんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ僕の友達とかでもね、小池さんってどういう人が支持してんのみたいな、聞いたことないんだけどみたいな一種結構多いんですよ。ツイッターとかで見ると明らかに批判的なコメントばっかですし、えー、誰に人気なのみたいな感じで言われたりしてるんですけども、でも,でも世論調査的に言うと、まあ明らかに支持率がもう高くてですね、で、実際例えば、あの、今年の7月ですね、東京都議会議員選挙を行った時に、 に、まあ、あの、都民ファーストの会っていう、えー、ところに関しては、おそらく、まあ、一議席、あ、一議席、えー、一桁台の議席から。まあ、十、前半十二とか十三とか、そのぐらいで収まるんじゃないかみたいな感じで、言われていたところが。蓋を開けてみたら、三十議席以上も取っていて、えー、それこそ、事務室さんとも、どっちが第一党になるんだぐらいの勢いで。票を取っていたってことで、やっぱ、小池さん人気強えなみたいなね、えー、まあ、そんな感じになっていましたと。はい、で、実際、例えば、都民ファーストの議員さんも、いかに小池知事と、こう、結。 つけるかで、かなり票数が変わってくるっていうふうにも言われておりまして。例えば、その選挙ポスターのうちに、小池さんの顔写真を大きく。あの、入れれば入れるほど、なんか票が伸びたっていうふうに言われてるぐらい。やっぱり、小池さんといかに連携させるか、本当小池さんっていうのが人気っていうところで。本当、化け物だなっていう、本当恐れられている、まあ、存在ではあるんですけども。まあ、そこがやっぱり、海に出ないって言ったことによって、一つ相談しましたと。はい、で、まあ、あと、その、例えば、と都議選とかできますと、まあ、あの、例えば、こう。 民党さんにも立憲民主党さんにも入れたくない人がまあ結構いたってことが分かったっていうことで例えば立憲さんとか東京ですとあの五番目の議席しか取ってないトミーファーストさんは半分の議席で自己議席しか取ってなくてでしかも共産党さんよりも下の議席しか取ってないってことでまあ国会ですとまあ第二党っていうポジションになるのにまあ東京ですと五番目ってポジションということでこれどういう状況なんだみたいな感じでまあ皆さん結構驚かれたんじゃないかなというふうに思うんですけどもまあそこのねちょっと多分受け皿を今回ファーストの会 っていうのは作ろうと思ったんですけども、まあ、そこの勢いっていうのが、ま、最初にまず出なかったですよっていうとこですよね。で、やっぱりここがやっぱ重要なんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、今回、小選挙区でファーストの会で出た人は、比例復活総選できないっていうところが、やっぱ一番辛いとこなんじゃないかなっていうふうに思いまして、あの、普通のね、えー、例えば自民党さんとか、立憲民主党さんとかですと、例えば小選挙区で負けたとしても、比例復活総選できる可能性があるんですよ。 ただ、この都民ファーストの会、まあっていうのは、まあファーストの会ですね、国政政党版の。これはあの、地域政党っていう枠組みになりまして、あの、普通の国政政党とできることが違うんですよ。で、この地域政党っていうのは、重複立候補っていうのができなくて、あの、所選局で出た人は、比例深総選っていうのがもうできないっていう、こういったルールになっているので、で、おそらく、あの、都民ファースト、まあファーストの会で受かる書っていうのは、 基本的に比例枠で当選できる人なんで、小選挙区で出れる人と、 で、この比例枠で当選する人で全く別の人になるんですよ。なんで、おそらく、小選挙区で校舎を立てれば立てるほど、こう比例票が伸びるっていう、まあ法則がありますので、まあそういったところで、立てれば立てるほど票は伸びていくってところになるんですけども、少なくとも小選挙区へ出た校舎さんに関しては、もう完全に生贄になってしまうっていう、この比例で受かる人のための小選挙区で立つ人はもうケニになってしまうってことで、まあ誰もそこに出たがる人が、まあ徐々にいなくなってしまったんじゃないかな、というふうに、ええー、と思っております。本当にいい条件、 がない限り小選挙区で出る、なんかそのメリットみたいなのが。あまりないので、まあそういったところに調整がつかなかったんじゃないかなというふうに思いますね。他の政党さんですと、まあ負けるかもしれない、比例復活の可能性があるんで、一票でも上積みするように頑張るんですけども。そこがないってなって、やっぱりなかなか頑張れないと思いますので。で、まあおそらく、このファーストの解散は、まあ、それを防ぐために、今回ですね。例えば、えっと、国政政党条件を満たすために。例えば、参議院議員の上田清さんというですね。元。ええー、前埼玉県知事の方がいるんですけど、その方も。 国政政党を作ろうとしておりまして、その方と連携したりですとか、そういうこと、えー、国民民主党さんと連携したりでって,ってところで、こ国政政党の条件を満たしてこの比例復活統一もできますよみたいな感じのところまで持っていこうとはしてたと思うんですけども、まあ、それがちょっと破肌に終わってしまったということで、まあ、そこのやっぱり出馬したいという人がどんどん減ってしまったんじゃないかなという風にえー、と思っております。はい、あのー、まあ、上田さんも多分ファーストの会も自民でも立憲でもないこう第三極かの受け皿を多分作ろうとしたっていう。 流れだったと思うんですけども、まあ、今回それができませんでしたっていう、整わなかったっていうところですよね。で、その、やっぱ整わない、この破断され まあ、一つのやっぱ要因として、まあ、岸田さんが解散日を早めたっていうところで、これはまあやっぱうまく刺さったなっていうふうに、ええー、と、思っておりますね。まあ、みんなね、多分11月7日は投開票日だというふうに、えっ、ー、と、想定していたところを1週間早めて10月の31日にしましたと。あのー、今までの、まあ、県政史上一番ね、こう解散してから投開票日までの時間を一番短い時間にしたってことで、全く誰もね、予想できていなかったっていう。い僕もですね、11月のえ4日にですね、ちょっと選挙啓発のイベントみたいなの予定していたんですけども、 まあ、選挙後になってしまうってことで、まあ、岸田さんのせいで、これ、もう完全に破談になりましたっていうところで、めちゃくちゃ岸田さん恨んでるんですけども <laughs>、そこに関してはね、はい。なんですけども、もう本当に予想できないっていうところで、私で、しかもファーストの会、あの、公募とかね、集めてたんですけども、えっ、ー、と、元々の予定が、えっ、ー、と、10月の17日ということで、本当に、ね、あの、岸田さんが10月の1 0 えー、19日工事日で設定したことによって、えー、公募の締め切り日の2日後にも選挙始まるっていうですね、もうありえない、あの、無理なスケジュール会になってしまったんで、もうそこもだいぶね、準備するのに、もう時間が間に合わなかったっていうところは、もう絶対あるので、まあ岸田さんがね、本当に、まあ成功したなっていうところですよね。はい。で、それこそですね、まああの、現職の議員さんが、まあ今回ね、例えば、トミーファーストの都議会議員の方が、まあ今回、えっと、ファーストの会に出るんじゃないかみたいなのを言われておりまして、おそらく練馬区の人とかも一つ、えー、噂にはなって、 いたんですけども、えー、例えばね今とかでもともと小池さんの地盤ですししかも相手候補もあのもと,もと菅原一秀さんでこういろんな買収とあのー、ねいろんな問題とかでカニメロンとかね香典とかの、ね、問題でまあ もう終わ,っ終わっちゃって、まあ、そこにやっぱり不満みたいなのあるので、出たら結構ある程度票取るんじゃないかっていうふうにも言われていたんですけども、そこもなくなりましたよっていうところで、ま、あじゃあ、その、しかもですね、結構都議から今回、えっと、国政に出るってなると、まあ、7月に選挙終わったばっかで、この3ヶ月しか経ってないのに、その議員を辞めてっていうのは、さすがにこう有権者を馬鹿にしてるんじゃないかみたいな声も絶対寄せられてると思いますので、まあ、そういったところも一つ影響があったんじゃないかなというふうに、えっと、思います。はい。あとやっぱ 記者会見大失敗でしたよね。もうシンプルに。はい。<laughs> やっぱ、もっと準備してから、もうどういう校舎が立ってとか、その校舎がすごい期待感を持ててれば、もっと話題になったと思うんですけども、やっぱ、誰も決まっていなかったりですとか、まあ、制作もまだ発表されていなかったりですとか、で、ホームページ見ると、スマホ対応してなかったりですとか、やっぱ、もうちょっと、まあ、まあ、時期的に早めにやらないといけないっていうのはあったと思うんですけども、まあ、そこはなんか、もう早めにやって、急いでしまったために、もう、つつかれるポイント、いじられるポイントを自分たちで作ってしまってましたよ。ここいじってくださいみたいな感じで、記者会見を開、 しししましましたよっていう感じになっておりましたので、まあ、そこがですね、非常になんか、スタート失敗したなっていうところですよね。っていうことで、まあ、今回の、まあ、あのー、国政政党ですね、ファーストの会は断念したってことで、まあ、一番得意してるのは日本維新の会さんかなっていうところで、まあ、同じ第三局表をまあ食い合うってところで、で、ファーストの解散が申し出てると、維新さんの比例枠っていうのが多分、 えー、1は多分減らされてたと思うんで、まあ、維新さんの比例復活枠が、まあ、増えましたよっていう、えー、ところになると思いますので、ま、あその維新さん大阪ではめちゃくちゃ強いですけど、関東にはなかなか進出できてないっていう、まあ、前回の参議院選挙で音北俊さんが初めて東京で議席を取ったっていうところであったんですけども、まあ、そこのね、まあ、関東への足がかりを、まあ、今回ファーストの会が出なかったことによって、ま、ああのー、議席を増やすことができるんじゃないかなというふうに思います。で、もちろん立憲さんも比例復活枠増えると思うんですけども、はい。 で、まあ、今後の動きとしては、多分ファーストの会は、まあ、来年の、ま、参院選がありますので、まあ、そこに後者、まあ、擁立に向けて、例えば他にまた国政政党条件を満たしたりですとか、まあ、そういった動きをしてくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこの動きが今後どうなっていくのかっていうのがすごい、え、注目ですというとことで、えー、まあ、とにかく、ま、今回、えー、ファーストの会が今回ね、おそらく1議席ね、取れるにもかかわらず、まあ、今回、えっ、ー、と、断念されたっていうのは、やっぱり比例復活当選ができないっていうところですとか、まあ、国政政党条件が、 あの満たせられなかったっていうところで、まあ、ちょっと難しかったんじゃないかなっていうふうに、えっと、思っておりますっていうところで、えー、今後もですねまあ新鮮も近づいておりますので、えー、毎日上げていきたいなというふうに思います是非、えー、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします